は、マレーシア在住のリリーです。今日はクアラルンプールの中心のケールセントラルに来てます。ここで何をするかというと、じゃん、今日1日クアラルンプールで1000円で過ごしてみたいと思います。で、今日のレートで言うと1000円はマレーシアのお金で31リンギットになります。なので今日は31リンギットを使ってご飯を食べたりいろんなところ回りたいと思うけど、でも正直いつものようにたくさんねご飯とか食べたらすぐになくなっちゃうと思うので、安いお店を探したり、なるべくお金のかからない移動手段を駆使していきたいと思います。今日だいたい回るルートは考えてきたんですけど、もしこの動画が好評だったら他のルートでも1000円企画やってみたいと思うので、ぜひ最後まで見守っていただけると嬉しいです。で、他にも観光の、動画2つね今までに上げてるので、そちらも合わせて見てみてください。では早速31リンギットを持って行っていきたいと思います。ケールセントラル駅は空港から電車もつながっている一番大きな駅です。駅直結のショッピングモールニューセントラルという建物があり、レストランもたくさん入っているし、もうすぐドンキもできるみたいですよ。ニューセントラルを抜けてモノレールの方面に行くとエスカレーターがあって、そこを降りたところがブリックフィールズというエリアになります。ケールセントラルの駅からつながってるエスカレーター降りて、このね、あの郵便局ポスラジュっていうのの向かい側にレストランがあります。今日はここでね朝ごはんを食べてから一日始めたいと思います。すごい分かりづらいんだけど、この路地の中に入っていく、この看板が目印で、ね、場所的にはいいところにあります。あ、美味しい、優しい、お出汁がすごい効いてる。麺はね3種類あって、ミックスができるっていうので、この黄色い麺と細いビーフみたいなのと平麺3種類混ぜてみました。お肉はね、ミンチとかレバーっぽいのとかいろんな種類が入ってる。あとは野菜と、これはあれかな、ポークラードかな、ポークラードみたいなのと、あとは温泉卵が入ってます。これあれかも、マレーシアに来ていろいろ食べて胃が疲れた時にいいのかもしれない。結構ね、マレーシアの料理って脂っぽいねご飯が多いから、そういうご飯にちょっと胃が疲れた時に食べたいぐらい優しい味です。美味しい。ちなみ
にここは、いろんな種類のご飯屋さんがあるんだけど、ご飯を選んだらその場で注文して、そしたらもう自由に席がね座っていいみたいで、席に料理を持ってきてもらったタイミングでお支払いします。多分現金だけかなと思うので、現金を用意して待っとくといいと思います。でドリンクはドリンクだけのね、あのコーナーがあるからそこで買うみたいです。今回はお姉さんがねドリンクも聞きに来てくれたから、テーブルでお支払いでした。マレーシアはイスラム国だから豚肉とかねなかなか食べられなかったり、お酒が飲めないっていうような情報が結構多いんだけど、こういう中華系のお店に来ると豚肉も食べられたり、お酒も置いてたりもします。ここもねビールが置いてるみたいです。ただ朝から昼過ぎまでしかやってないから夜には飲みに来られないけど、昼飲みしたい方にはいいかもしれない。ということで朝ごはん食べてきました。ポークヌードル10リンギットの、美味しかったですね。さっぱりしてて、だけどなんかよくよく考えたらね、今日は30リンギットしかないのに3分の1朝ごはんで使っちゃいました。10リンギットでもお肉も食べてパワーがついたのでよしとします。ケールセントラルの近くはリトルインディアがあって、インド人街なんですね。だからインド料理屋さんがめちゃめちゃいっぱいあって、とにかくカレーカレーカレーの街なんだけど、隠れたところにああいう中華のお店とかマレーシア料理が食べれるとこだったりあります。多分ケールセントラルはね、空港から来てすぐここに寄ったりとか、帰りにねケールセントラル利用したり、それこそここら辺にホテルを取る方もいるかなと思うので、ちょっとこのままリトルインディアをプラプラしてようかなと思います。ということでブリックフィールズプラプラしてきました。駅のこっち側、あのインド人街の方はちょっとね、正直言うと治安はねよろしくはないです。でも危ない人がいるっていうよりはホームレスの方がちらほらいたりするくらいで、気をつけてれば危ないこともないので大丈夫です。そうで夜もね結構ね人は多いんだけど、やっぱり一人で出歩くときは気をつけてください。ということで、次はパサセニっていう駅に向かうので、ケールセントラルのホームに向かいたいと思います。料金は、12時間でミディアムサイズが20リンギット、だいたい600円くらいで、一番大きいラージサイズが1500円ですね。だいたいそう、ミディアムサイズは機内持ち込みのやつが入るかな入んないかなぐらいのサイズで、ラージはキャリーケース大きいのも入りそうなくらい大きめです。お支払いはビザでもマスターでもカードが使えます。今の時間帯結構空いてるみたいなので、多分ねいっぱいになることはそんなにないんじゃないかなと思います。ここにねイングリッシュってボタンあるから、まずここを英語の表記に変えてケラナジェアラインを押します。そうするとケールセントラル、今ここにいるので隣のパサフェニー駅行き先のボタンを押します。そしたら1人 1.3 リンギットなのでキャッシュしか使えないので、ではキャッシュのボタンを押します。でお金を入れます。で10リンギット以上もう使えないので、5リンギットか10リンギットかがコインだけになります。1リンギットとこの50セント入れます。これが切符ですね。切符と
こちらに20セントが出てきます。このコインは切符みたいに入れないでここにタッチします。こんな感じで通ります。ホームに来ると上の、ね、掲示板に次の電車が何分待ちか出てきます。次は7分後だって。元瀬里の駅に到着しました。改札では出るときにこのコインを入れます。ここに入れます。こんな感じで出ていきます。では早速中華街に向かいます。ちょっと近くの写真スポットに行きたいと思います。ここが可愛いところ、写真映えスポットです。この中に入るとね、またね、写真スポットが広がってるんだけど、今足場組んで、ちょっとね、中入れなさそうなので、どんな感じか、前に撮ったやつ差し込んどきます。で、前にね、動画で紹介したレストランはこっちに移動してるみたい。新しく黄色く塗られててめっちゃ綺麗。動画で紹介したことあるんだけど、その隣にね移動してきたみたい。2軒目のあそこも大人気で今日も並んでます。ここは偽物のねブランドカバンとかが売ってます。という偽物のカバンたちいっぱいあります。あとは普通にお洋服とか靴とか雑貨とか売ってるから楽しいですよ。今日は日曜日だから人がいっぱいですね。Whenever YouTuber comes to Chinatown, they definitely hit it here. I feel very poor. Come here, come here. You got quite back there. Most of my good day, I can't say my name. Thank you. Thank you. Thank you.このペタリンストリート の、 あの名物おじちゃんって勝手に呼んでるんだけど名物おじちゃんが作ってるスナックを買ってきました。これは、大きいのを切って売ってるんだけど、ワンピース 1.8 リンギットでした。手のひらよりちょっとちっちゃいくらいかな。結構厚みがあって中にねナッツとかいろいろ入ってるみたい。いただきます。外がね、ちょっとカリッとしてて、中がふわふわです。なんか見た目よりね、甘さが控えめかも。出来たてをね、くれるから、美味しいです。熱々で。ちょっと小腹が空いてたからちょうどいいかも。ということで、おやつごちそうさまでした。残りは 16.4 リンギットです。
で今日はね暑いからさっきあの朝ごはんの時に買った水もう飲み終えちゃったんだけど、水分補給はこまめに取っていこうかなと思います。この近くにセントラルマーケットとブルデカスクエアがあって、どっちも10分15分あればあの行ける距離にあるんだけど、時間がある方はあのセントラルマーケットとブルデカスクエアも楽しいかなと思うのでぜひ行ってみてください。大体このペタリンストリートだったら30分から1時間あれば全然楽しめる感じで、セントラルマーケットとブルデカスクエアも行くんだったら1時間半くらいを見ておいたらいいかなと思います。今日はちょっと割愛して他に行きたいところがあるので、ちょっとぐるっと回ってまたパサセニの駅に戻りたいと思います。チャイナタウンだからこういうね中華系の寺院とかもあります。パサセリの駅に戻ってきました。今バスターミナルのところにいるんだけど、ゴーケールっていうバスのパープルラインに乗りたいと思います。クアラルンプール市内を走るゴーケールっていうバスはあの4路線あって、特になんかタッチしたいとかコインが必要とかもなくて、そのまま乗って降りることができるので、ぜひ節約して旅をしたい方には活用してほしいバスです。そう、今ねこの後ろにあるのでちょっと行ってみたいと思います。このパープルライン、ウキビンタンって書いてある A の3番行きます。で、ちょうどこのね、バスがパープルラインって書いてあるのでこれに乗って行きます。今ゴーケールのバス降りました。ちょっと皆さん聞いてください、ゴーケールのバス無料じゃなくなってました。何もあのタッチとかしなくていいっていうのはあの変更されてました。すいません、去年の、という年末1ヶ月前くらいに変更されたみたいで、タッチ&ゴーのカードとかあとはクレジットカードが必要みたい。そう、それをタッチしないと乗れなくなったみたいなので気をつけてください。で、料金はどこからどこまで乗ってもあの1リンギットです。一律1リンギットみたいなので、残念ながら無料ではなくなったなということを声を大にしてお伝えしますそう、他の動画でもね無料で乗れますよっていう風に言ってたのでちょっと訂正しとくんですけど、残念ながら1リンギットかかってしまいました。ということで今ね、来たのはケールタワーになります。ここからねバス停からちょっと歩くので向かっていきたいと思います。バス降りてあの坂登ってきたらね、途中にフリーシャトルって書いてあるところがあるので、ここでバス待ってると無料であのバスが上まで連れてってくれます。あのタワーの麓までね、入り口のところまで連れてってもらえるので、ちょっと待ってみたいと思います。ケールタワー到着しました。ケールタワーに来たけど、節約旅なのでタワーの上には登りません。ちょっとね、どんな感じなのか雰囲気を伝えようかなと思います。そう、ケールタワーはね、いろんななんかデッキがあるんですよね。上に登ったりとか、展望台行ったりとか、そう、いろいろ分かれてます。まあ、夜はめっちゃ綺麗。こんな感じで足元がね、芝生になってて気持ちいい。ケールタワーは421メートルなんだって。でツインタワーよりは低いけど、ケールタワーは丘の上にあるから実質高さはねツインタワーより高くなってるらしい。で電波塔としてはね東南アジアで一番高いんだって。何年か前にね1回だけ登ったことがあって、ガラス張りになってるところもあるからね、すごいいい写真も撮れました。それにしても暑い。日陰がないからね、すごく暑いです。今日は帽子が必要だったかもしれない。お土産屋さんとか見てみたいと思います。こういう撮った写真も口に入れて買うことができるんですね。思い出に良さそうですね。あとはこんな感じでご飯屋さんがあったりカフェがあったりします。久々にね、あのケールタワーの周りプラプラしてみたんだけど、なんか昔あそこにアクアリウムがあったり、隣にね鳥がいっぱいいるね施設があったんだけど、それがねなくなっちゃったみたい。潰れちゃったのか改装中なのかちょっとわからないけど、
なくなっちゃって、今はあの展望台とかそういうの楽しみ方しかできないみたいです。夕方ぐらいから来て夜景と一緒に写真撮ったりするのもいいと思うけど、でもケールタワー来るんだったらツインタワーの方が映えるかなって正直思っちゃいます。ケールタワーはね、周りがねあんまり何もないから、ツインタワーの方がね絶対おすすめです。今回はいろいろと勉強になりました。このままケールタワーからツインタワーの方に今日は歩いて向かいたいと思います。暑いけど頑張ります。では行きましょう。帽子は持ってこなかったけど日傘持ってきてよかった。日傘差しながら歩きたいと思います。このまままっすぐ行くとねツインタワーに着くみたいなので、ひたすらまっすぐ行ってみます。日陰だからね歩きやすいですね。よかったよかった。今だいたい3時45分ぐらいで、この左にあるのがねシャングリラホテルかな。暑かった。だいたい歩いて15分ぐらいだったかな。なんかね歩いてたら思ったより近かったです。全然距離を感じませんでした。わあ涼しい、生き返る、はあ、気持ちいい。いっぱい歩いて疲れちゃったので、あのアクエリみたいなハンドルットプラスアクティブの炭酸のやつ買います。ここはね、オーストリアの中にあるファミマです。嬉しい。これしか買ったん。ケール CC 公園、あのランニングしてる人とかも朝結構多かったり、あとはねプールみたいなのがあって、ちっちゃい子がね水遊びするところもあります。でこの周りはあのレストランとかカフェが多くて、今はねチャイニーズニューイヤーで、ね、このドラゴンが周りに立ってる。ツインタワーの正面に来ました。ここね観光客の方がいっぱい写真撮ってます。昼間もね、かっこいいんだけど、夜もすごいね、きらびやかでね、いい写真が撮れるのでおすすめです。たまにね、なんだろう、写真撮ろうかみたいな感じで声かけてくる売り子さんみたいな人がいるんですよ。なんかカメラのライト持ってたりとか、いろいろまあ一緒にグッズを売ってるんだけど、お金払ってそういう風に撮ってもらうのもいいと思うけど、まあぼったくりとかもあるかもしれないから、くれぐれも気をつけてください。あとはね、写真撮ってる間にスリとかね、置き引きみたいなのもあるかもしれないから注意しながら楽しんでください。ツインタワーからね、まっすぐ歩いていくとサロマブリッジっていうね、カラフルな橋、カンポンバルの方に続いてる橋があるんですよ。そう、そこもね、なかなか素敵なので、特に夜ね、写真撮りに行ってみるのもいいと思います。で、私はこのまま、ちょっと早めの夜ご飯というか、遅いお昼ご飯というかお腹も空いたので、近くの安いご飯を食べに行きたいと思います。ジェットカレーとパブリックバンクの脇の道入っていくとサロマブリッジがあります。だいたい 3,4 分で着きました。この青い看板が目印のフェリータっていうお店です。ここで24時間営業だから何かと来やすいかなと思います。お店に着いた途端雨降ってきた。よかった間に合って。残りが 11.8 リンギットだから、それで
あの頼めるご飯をありったけ頼もうと思います。ここはあのインド料理屋さんみたいな感じで、インド人の方がやってるお店なんだけど、チェーン店ってね、いろんなところにあって、インドにもお店があるらしい。こういうお店はね、大体ね、あの皆さん手で食べたりとかってするから、手洗うところも用意されてて、ちゃんと机とか清潔に保たれてます。ガジャジャー来ました。ロティじゃない、もうね、クレープの皮みたいな薄いのとカレーがついてて 1.7 リンギットあとこれはプレーンのビリヤニ、本当にね、あの味付いてるライスだけなんだけど、これも安かったので。ジュースはライムジュースにしました。これは 2.45 とかあったかな。そう、トータルで10リンギットで収まりました。素晴らしい。ではロティチャンナイからいただきます。なんかね、大体ね、丸い形で出てくるけど、ここはね、ちぎってくれてるみたいな。カレーをつけて、うん、うまい。でこれロティじゃないって、ロティの中にもいろいろ種類があって、皮のね、間に卵が挟まってたりとか、あとはあのバナナとか挟まってるデザート系もあったり、いろんな種類がある。今回はプレーンだから何も入ってないんだけど、いろいろバリエーションが豊かなので飽きないです。ロティ美味しい。ビリヤニは上にね、あのガーリックみたいなのが乗ってる。美味しそう。うん、これだけで美味しいわ。注文するときにプレーンのビリヤニって本当にライスだけだけどいいのって卵とかそのベジタブル乗せなくていいのって聞かれたんだけど、今日はいいんです、ビリヤニのライスだけくださいって言って、このね、ロティチェナイのカレー付きで食べようかなと思って、それだけでオーダーしました。うん、十分。ライムジュースもすっきりしてるから美味しい。今日は本当にいっぱい歩いたからご飯がより一層美味しいわ。今日は1万5000歩歩きました。そう、そんな朝早くから夜遅くまでじゃないんだけど、6時間ぐらいか、6時間ぐらいで、本当にケールでも堪能できたと思います。楽しかった。というわけで、今日は1日、1000円31リンギットで、ケール観光を楽しんできました。やっぱりね、いつもみたいに、あれこれ食べたりとか何か贅沢をするっていうのは難しいけど、全然ね、ご飯も美味しく食べれるし、バスとか電車も安いから十分楽しめるかなと思います。そう、特にね、トランジットでクアラルンプールに来られる方とか、時間がない方でも、あとお金を節約したい方、なるべくここでお金を使いたくないっていうところでも楽しめるんじゃないかなと思います。他の動画ではマレーシア料理とかミシュランに載ったお店だったりとか、ローカルカフェのお店だったり、いろいろ紹介してるので、他の動画もよろしければ見てみてください。では今回の動画が参考になったよ、真似してみたいという方はグッドボタンお願いします。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。